ガタサンシロセガタサンシロセガサタンシロトヤ。野球しようぜ。オッケー、行こう行こう。お前ら今日やったよ。任せとけ。瀬形三四郎止めろ。ヘイヤオーラー。瀬形三四郎セガサターンしろ。音速ハリネズミソニックのレースゲームソニック R セガサターン。セガサタンしろ。セガサタンしろ。もしも誰かを好きになったらこっちこっち銀河に胸を漕ぎ出すでしょう。もしも誰かを好きになったら星にもワルツまた会えたね。踊らせましょう。待望の第2弾ドラマチックアドベンチャー桜大戦2セガサターン。若者たちを軟弱な人間に変えてしまう組織の情報を入手した瀬形三四郎は魔の手から彼らを救うべく怪しげな施設ディスコへ潜入した。なんて軟弱な、全く踊りの本質が分かっていない。そこで繰り広げられる無気力な踊りは若者たちの精神を蝕むと確信した彼は魂の入った踊りで彼らを救うことを誓い、そびえ立つお立ち台に向かった。踊れ瀬形三四郎。光るボタンのパターンを覚えて正確に入力しろ。テーポーテーハッ。
3つのドラマの RPG シャイニングフォース3セガサターン。どんなことにも動じず戦えてこそ真の格闘家である。自らの信念を試すため地雷の埋まった採石場で特訓を行っていた瀬形三四郎だが、彼の存在を快く思わない謎の組織のロボット軍団が乱入し、一転採石場は危険地帯へと変貌した。戦え瀬形三四郎。相手の動きを読んでロボットを投げ飛ばし地雷で破壊しよう。
ボリャみんな待ってろ。なんということだ。この未熟者めが。行くぞ。
みんな待ってろ。だ、ダメか。この未熟者めが。遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。年寄りを深夜に働かせることは俺が許さん。年老いたサンタを深夜にまで働かせる謎の組織の存在を察知した彼は、サンタを守り敵を欺くため自らプレゼントの配達を申し出た。困惑するサンタを後にして空飛ぶソリに乗り込んだ瀬形三四郎は早速プレゼントを配り始めるのだ。ゴールまでに70個のプレゼントを煙突に投入しろ。みんな待ってろ。サンタさん来るかな？来るかな？
セガサタンシロ。セガタ三四郎からのプレゼント、三四郎ディスクもついている。セガサタン。ある日、瀬形三四郎は真剣白刃取りの稽古のため、とある高名な剣士と対峙していた。よし来い。瀬形の掛け声とともに刃が振り下ろされ、真剣白刃取りが見事に決まったはずだった。痛い。完全にタイミングを外した瀬形三四郎は、刀が刺さったままで考えた。刀に負けないよう頭を鍛えるんだ。瀬形三四郎のひらめきは常人の理解をはるかに超越しているのだ。そして超人的な自然治癒力で傷を治すと、新たな特訓を開始したのだった。タイミングよくボタンを押し、3回の指揮で瓦を40枚破壊しろ。頭を使う表裏一体頭脳ゲーム、ソロクライシス。セガサタン。うわあ！溜めすぎに注意しろ。うわあ！溜めすぎに注意しろ。うわあ！溜めすぎに注意しろ。もっと破壊しろ。なんということだ。この未熟者めが。セガタゲームチャート。スチーム度満点。蒸気を動力源とする近未来、これが世紀末スチームパンクワールド。超大作シミュレーション RPG バッケンローダー。セガタ
瀬形三四郎は山にこもり独特の舞を舞っていた。彼の周囲に立ち上るエネルギーは瞬く間に形を取り始めると瀬形と全く同じ姿に変化していった。瀬形は自分の分身を生み出す術ドラゴンフォースを操れるのだ。そして彼は無数とも思える分身をドラゴンに乗せて宙を乱舞させるとその数を数え始めた。これは動体視力を鍛える訓練だったのだ。画面に現れる姿を数えてその数を入力しろ。始め。よし、入力しろ。正解。始め。よし、入力しろ。はい、始め。よし、入力しろ。正解。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 始め。
よし、入力しろ。正解。はじめ。よし、入力しろ。正解。はじめ。よし、入力しろ。正解。はじめ。よし、入力しろ。正解。一本、これまで。セガタサンシロ、セガタサンシロ、セガサタンシロ。アズイル、伝説のドラゴンと共に戦いの旅へ、パンツァードラゴン RPG アゼル。セガサタン。行くぞ。修行をしていた瀬形三四郎はどこからか助けを求める女性の声を捉えた。辺りは何事もなかったかのようだったが、鍛錬を重ねた彼の耳はごまかせなかった。彼の耳は3キロ先で落ちた針の音も聞き逃さないのだ。よし、待ってろ。そう叫んだ瀬形は声のした方角へと激走した。声は燃え盛るビルの最上階から聞こえていたのだった。まだ消防隊は到着していなかったが、それを待つ彼ではなかった。己の身の危険など微塵も考えることなく、彼は火の海へと飛び込んでいった。急げ瀬形三四郎。炎に触れないよう90秒以内に最上階到達しろ。今助けるぞ。てい、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 
ソニックチーム最新作近未来レスキューアクションバーニングレンジャー、セガサタン。行くぞ。セガタ三四郎は秘技ドラゴンフォースの術を編み出すことに成功した。これは己の気を放出することによって自分と同じ姿をした多くの分身を作り出す術である。しかしこの術は完成の域には達してなく、不完全な分身が発生し収集がつかなくなってしまうこともある危険な技なのだ。しまった。その時一瞬の不注意からセガタは実のタイミングを間違えてしまった。危ない、セガタ三四郎。画面のセガタの中からサンプルと同じログインのセガタを60秒以内に発見しろ。よーい、始め。はい、一歩これまで。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタ。ゴチャキャラバトルで戦いに勝つシミュレーション RPG ドラゴンフォース2。セガサタン。行くぞ。セガタ三四郎は
極寒の地でも戦える強靭な肉体と精神力を鍛えるため凍結した湖面に立っていた。しかし背方の屈強な肉体をもってしても凍結の危機から逃れることはできなかった。足を交互につければ凍りつくことはないだろう。背方は常人の数倍のパワーで氷の上を駆け始めた。そして彼は次第に速度を増し、その速度は世界記録に迫ったのだ。走れ背方三四郎、時速 99.9 キロを突破しろ。よーい、レッサーホイッサー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 、どうやー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 、修行完了、一歩これまで。冬こそ燃えろ、今年の冬を制覇しろ、ウィンターヒート、セガサタン。この日、背方三四郎は滝に打たれ精神統一を行っていた。すると頭上から滝に紛れて一本の空き缶が落下し、彼の頭頂部を直撃したのだった。見上げると次々とゴミが彼に襲いかかってくる。卓越した身体能力で難を逃れた彼だったが、自然を破壊する不法投棄に怒りを覚え、ついに立ち上がった。怒れ背方三四郎、投棄物を蹴り返し合計16トンのゴミを処分しろ。よーい、始め。
セガタサンシロ、セガタサンシロ、オーリー、セガサタシロ、ホームラン。98年最新データでグランド詐欺通り、グレイテストナイン98、セガサタン。来るかな、来るかな。あ、サンタさん。わーい、サンタさん、ラジコンちょうだい。あたしぬいぐるみちょうだいちょうだい。うわー、はー、うわー、やった、三四郎。セガサタンしよう。セガタ三四郎からのプレゼント、三四郎ディスクもついている。セガサタン。もしも誰かを好きになったら、こっちこっち、銀河に俺も漕ぎ出すでしょう。こっち、もしも誰かを好きになったら、星にも悪く、また会えたね。はい、待望の第2弾ドラマチックアドベンチャー、桜大戦2。セガサターン。セガタは史上最強の格闘家を目指すべく、サメと対決しようと海に飛び込んだ。しかし水中では息が続かず、勝負にならないことを思い知らされてしまった。そこで彼は水族館の協力を得て水中訓練をすることにした。水槽に海水を注入し、耐えるセガタだったが、海水に紛れて流れ込んできた不思議な生物に困惑してしまった。すまんが、修行に集中させてくれんか。しかし、目の前を浮遊するクリオネに彼の気持ちが伝わることはなかった。耐えろ、セガタ三四郎。出現する海中生物を縦横斜めに3つ並べて消し、一気に15個を消去しろ。よーい、始め。
何のこれしき。海のホラー、寄生するウイルス、逃げ場のない絶望、深海ホラーサスペンス、ディープフィア。セガサタン。遊びの道に魂込めた一人の男が今日も行く。君は本当によく頑張ってくれた。実に血のにじむような努力の賜物だ。そして命がけで打ち込んできた成果に違いない。セガサターンは君のような熱いファンによって今日まで支えられてきたと思う。これからもセガサターンを応援してくれ。君こそセガタ三四郎なのだ。セガサターンしろ。体に叩き込むぞ。
白い浮き雲真っ赤にたぎる遊びの地途中で投げ出す奴らには体で思